こんばんは。こんばんは。チームイノーゼップの配信が終わったのでね、ちょっとやりますね。あ、久しぶりに遊びに来ました。ありがとうございます。私のアバターの人、ハートありがとうございます。そうそうそう、今日はね、もうね、全身がめちゃくちゃ筋肉痛で、特に腰だ、もうなんか首から下全部なんですけど、なんか非常に筋肉痛です。犬のアバターの人、人でありがとうございます。あ、お話し会買いました、ありがとうございます。友蔵のアバターの人もありがとうございます。サイリウムのアバターの人、お魚ありがとうございます。そう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 、ご飯を食べてる。あ、私のアバターの人、ハートありがとうございます。ご飯って 何？夜ご飯？夜ご飯？いや、もう筋肉痛がちょっとえげつないです。久しぶりの公演だったので筋肉痛がもう。心を込めてハート100個ありがとうございます。プリンのアバターの人、かわいい、ありがとうございます。ほんとね、ほんとにそうなんですよ。そう、今日もちょっとお昼ご飯食べたの4時ぐらいだったので、全然お腹空いてなくて、夜ご飯は食べないです。そうね、早く劇場で会えて、劇場ね、来てください、ぜひ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 来てください。劇場公演24日の次、24日に出るので、もう24日は無理だと思うけど、まあ今後ね、今後夏なのでね、お腹空かないですね。現地で特会行く、嬉しいですね。オンライン特会の方は明日が締め切りです。私のアバターの人、ハートありがとうございます。本当に、私のアバターの人、たくさんハートをありがとうございます。いつもいつも、夏って本当にお腹空かないんですよね。夏は本当に。私のアバターの人、ハート100個ありがとう、ありがとうございます。オンラインは秒数長くて話題になるでいいね。話題に困り、いや、そんなことないですね。私なんかトーク会とかそういう握手会とかで無言になったことないですのでね、大丈夫です。
にちは、こんにちは、非常にこんにちは。何分までやるかはちょっと決めてないね。あ、確かに不参無言になったことない。そう、ないですよね、本当に。あ、今度初めて参加するので安心だって。あら、まあ、初めて来てくれる人も嬉しいですね。今回コメントでも結構あったな、今回初めてでしたよって。なんかコメントが、なんか最近ちらほらオンライントーク会とかトーク会の締め切りですよって言ったら初めて応募しましたっていう人たちもいて、なんか嬉しいですね。今日の髪型見て、そうなん、もうちょっと美容院に行かなきゃなんですよね。そう、もう前髪が伸びすぎちゃって、もう一回切りに行かなきゃっていう感じです。美容院に行けてないから、そう髪を流してますけれども、行けてないですのでね。部の時間 4,5,6 のいい時間もあるから、たくさん来てくれると。あ、本当ね、そう、HKT のアバターの人、だるまありがとうございます。ゆっぴ、昨日のコメントいいね、ありがとう。あ、こちらこそありがとうございます。ゼップツアーで気になって、え、嬉しい。人見知りしちゃうけど、ゆっぴの、いや大丈夫ですね、無言になったことはないので大丈夫よ、大丈夫。あ、こんばんはだって、こんばんは。そうや、そうや、そうよ、そうよ、そうよ。大丈夫、本当に。だからね、楽しみにしててね、くださったらいいんじゃないかなって思います。まあ話題はなくてもあってもどっちでもいいです。私のアバターの人、金魚ありがとうございます。夏祭りいいね、いいよね、なんか。焼きそばが食べたいですね。作った画像にもふいちゃんいいねしてくれて、いや嬉しいです、本当にありがとう。私のアバターの人、ハートありがとうございます。いやね、いい時間でたくさん来てくれたら読めそうだよね、本当に。そう、私のアバターの人、ハート100個突破ありがとうございます。焼きそば作る配信ないですね。キッチンとかはちょっと見せたくないので、やらないですね。だんだんあれですね、なんかちょっとずつさ、あれになってきたね。何？涼しくなってきたね。今日もうなんか涼しいよね、本当に涼しくてね、非常になんかいいよね。もう夏が終わるんですかね。セミもあんまりいないし。犬のアバターの人、ハートありがとうございます。豚のアバターの人、タツノオトシゴたくさんありがとうございます。
ねえ、もう秋がちょっとずつ来るよね。なんならなんかそれセミの死骸が道端に落ちてたりとかするような季節になってきたからね。もう秋秋ですよ。夏にやり残したことは朝顔を育て忘れたこと。学生の時なら宿題に追われる時期で、いやまだ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 追われてない、私はまだ私は29とか30とかに本気出すから、まだだって21でしょ、まだまだ1週間は余裕で遊べる。でもう遊べるっていうよりも宿題のあのことすらも、あまあちょっとああるなぐらい、全然終わってないけどまあいけるかって思っている時期。男の子のアバターの人、お花ありがとうございます。私はまだ焦ってないですね。私が学生だったとしたら29に本気出して間に合う、まあ間に合うと思います。間に合うんじゃないですか、わかりません。私は宿題をちゃんと早めに終わらした経験は人生で一度もないので。さあ早めに終わらせてる夢、そんなすごいね言われるんですよね。それはもう中学生の時から言われてた、なんかこう見た目なのかな、見た目だと思うんですけど、なんか黙ってるとすごい賢いねとか、賢いでしょとか、ね、真面目でしょって言われるんですけど、だからもうなんか違うよって言ってもなんか謙遜しないでいいんだよみたいな、いやいや本当なんだよねって、なんかそれにすごい苦しめられてきました、これまで。ギャップ、見た目とのギャップにすごい。大学入った時もそうだった。もうさすごいなんかなんだろうね、ね、大学ってさ、まあ、全然知らないところからさこう来た人でさ、なんか最初のなんか教育学部だったから頻繁にテストがあったりとか、あの大きい模試があったりとかしたんだけど、その時に絶対順位高いでしょみたいな、見せてよって言われたけど、本当になんか本当につらくて、それがそう。でもそんななんか周りの人から絶対成績いいよねって言われるけどさ、本当に良くなくて、謙遜とかじゃなくて本当にできないから、もうなんか違うよって言ってるけど、そんなこと言わずに順位見せてよって言われてもさ、なんかもう本当になんかそう、なんかそうきつかったですね。そう、先生とかもなんかずっと授業やってくださって私のことを知ってる先生ならね、まあまあまあみたいな感じになるけど、初対面とかあんまり授業重ねてない先生とかだと、藤本には期待してるよとか言われるんですよ、本当に。でももう本当にもうやだって感じでした。うん、本当にね嫌だ、いやちょっと苦しめられてきました、それは。本当にダメなんだよね。半年ぐらい一緒にするとね、一緒に過ごすとちゃんとね分かってもらえるんだけど、分かってもらえるんだけれども、なかなかすごいね言われてきました。小学校、中学校ではもうなんかあったかな、まあでもね、学生時代の頃とかはもうずっとそう、初対面の人とか頭良さそうってすごい言われてきましたね。第一印象というか見た目って大切というかなんというか見た目って結構ねありますよね。
勉強大嫌いでしたね。どうなんだろうね。最初は演習率暗記してて頭、ああよく言われるね。でもあれは授業聞くのが嫌だったから演習率覚えてただけ。ハートを持ったアバターの人、金魚鉢ありがとうございます。何これ、初めてもらったかも、このギフトみたいなやつ。金魚鉢みたい、金魚鉢だ。金魚授業全然聞いてなかったから。金魚かわいいね、金魚はね。金魚ってすごいかわいいですね。金魚飼ったことあるよ。金魚飼ったことあるけどさ、金魚なんていうの、お魚さん系のさペットはさ、あのなんか触れないじゃないですか、見てるだけ。まあ触ろうと思えば触れるけどさ、なんかなんだろうな、こう、まあ、熱帯魚飼ってる人とかいろいろいると思うけどさ、なんかそういうなんか水槽に入って飼う系のさ金魚とか、そういうお魚系のペットってさ、こうよしよしって触れたりしないじゃないですか。まあ水槽の中に入ってるのを見て綺麗だな、可愛いなって思うだけじゃないですか。だからなんか私の飼うペットにはちょっと合ってなかったですね。そう、触りたい人だから。私のアバターの人、夏のお年をありがとうございます。そうね、触れないから、ああいうなんかね、水の中に入ってるやつはね、あのさわあんま、なんかなんだろうね、触れるのかな、頑張ればもしかしたら触れるかもしれませんけれども、あんま触りすぎるとなんか良くなさそうですよね。恋とかなら大丈夫かもしれないけど、わからない。ちょっとでも恋はでかいから家では飼えないな。魚に人間の体温やけどする。え、そうなんだ。それはダメだね、触ったらダメだ。よくでも金魚すくいとかしてましたけどね、本当にね。ね、金魚すくいは楽しいよね。でもちょっとなんか、すくう瞬間ポイに乗った瞬間がちょっとかわいそうだけどね。そうね、金魚はもういいかな、飼わなくて大変だし、ね、水槽の掃除するのとか。そう、最近はもう祭りがないからね。
お祭りね、お祭りのさ、大きい風船みたいなやつに入った綿飴食べたいなって思いますけどね。もう無理ですね。夏祭りとか友達と行ってみたいですね。浴衣着て、いつ以来行ってないだろう。でも私なんかお祭り行く時に浴衣着て、あん、なんだろう、あんま行ってなかったというか、私服で行くタイプだったからね。うん、SK に入って青春ガールズ公演でよ、あんなに毎回浴衣を着させてもらったのは、それまでは全然プライベートでは着る機会ないもん、あんまりね。名古屋に来てから一回お祭り行ってないですね。愛知県のお祭り、まあでもね、1年目はまあ研究生の頃で公演もたくさんあったから行けなかったっていうのもあるし、2年目はコロナのね時期になってお祭りがもうなくなってしまったのでね、なかなか難しいですけれどね。そう、本当に、うん、それ以来ですかね。浴衣はあんまりね、一般生活していたらあんまりもうね着ないわよね。こんばんはだって、だってこんばんは。浴衣いいですよね、かわいいよね。浴衣はとってもとっても大好きです。自分は握手会のために浴衣、ああでもいつだったっけな、AKB の大握手会みたいなやつで全員浴衣着て握手するっていうのはいつの日にかあった気がしますね。すごい、でもそれももうすごい研究生の頃、ずっと昔。もう今大握手会なんかないからね、このご時世になってしまって。そう、会った時は浴衣着てなんか髪型もやってもらってやってもらえた気がしますね。うん、いつだったかな、もう1年半以上前よ本当に。そう、 AKB の方の大握手会だったのでね。あの時は、本当にそう、やあ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 、僕が初めて握手行ったんだけど、あら、本当そうよね。
今日は暑かったな。明日も暑いかな。なんか最近晴れなくて、なんかやだ。晴れてほしい。天気がずっとね、悪いというか、なんかはっきりしない天気がずっと続いてるから、なんかね、なんかやだね。晴れてほしいですね、本当に。すごい、なんか今なんか中華料理食べたいですね。そう、愛知県はずっとなんか天気がうずうずしてますね。曇りみたいな。今日もでも雨の予報だったとかもしたけど、雨降らずに、降ったり降らなかったり、なんか曇ったり、とりあえずお日様が全然なくて悲しいですね。こう冬になると私はテンションが下がるので、ちょっとなんかおすすめのテンション上げ方法あったら教えてください。あの、四季の中で一番テンションが高いのは夏なんですよ。そう、晴れてるからね。お日様がない、お日様と一緒なんですよね、なんか気持ちが。そう、すごいお日様が出てる時はすごいテンション高くなるんだけど、お日様がなくなるにつれて本当になんかテンションがもうゼロに近いようになっていくので、そうそうそう。だからもうね、11月12月とか毎日ね、曇って雪降ってみたいな、本当になんか本当にもうなんか毎日乗らないんですよね、気持ちが。そうだから本当に、テンション上がる方法を探さなきゃです。昨日は公園入りました。うさん小さくて可愛いね。ほんと？ありがとう。ね、最近身長測ってないから、こう身長を測りたいですね。正しい身長が多分ね、3年4年前ぐらいの情報だからさ、ね、どれぐらいの身長なのか自分でもちょっと、分かってなくて。ピエン、いやー、そろそろ終わろうかな。どうしようかね。重ね着でおしゃれを楽しみましょう。重ね着でおしゃれ楽しむね。身長って調子のいい時数ミリ伸びてる。いや、わかんない、もう全然わからないですね。ちなみにお話し会の話題は何がお好み？やっぱり、え、何でもいいですね。可愛いって言ってもらえるだけで嬉しいし、初めて来ましたでもいいし、初めての人はね、いつも来てくれる人はまた来たよでもいいし、なんか別に何でもいいですね。160センチないですね。157センチですね。160は本当にないです。それはもう人生で一回見たことないので。157、6、78ですね。まあ6はないと思うけど、78どうなんだろうね。わからません。わからませんね。本当に困っちゃったね。本当にそう、ふくらはぎは大丈夫。ふくらはぎは、もうふくらはぎとかじゃないんですよ。こっから下も全部筋肉痛で、もうやだ、筋肉痛です。とっても筋肉痛です。
もう朝ベッドから起きれなくてびっくりした。筋肉痛でもうアラームを止めようと思った瞬間、首上げた瞬間に首がもう痛くて、その後腰も全身が本当に筋肉痛です。本当トーク会はご挨拶と絶品の感想を話そうかなって。嬉しいですね。確かに絶品以来ですかね、福岡終わってからはないもんね。絶品以来直接話ができるの。そうだね。本当にそうだね。何しようかな。何しようかな。11月まで行けないのは鼻炎だって。なかなかさ、オンラインがあります。オンラインがうっかりさんで11月分取り忘れたから再販できっちりたっぷり取る。ありがとう。今は薄めめげ、もう非常に申し訳ないんですけど、今日は眉毛しか描いてないですね。サンの秋ファッションが見られるのだ。いや、秋の服はいいですよね。季節の中でも結構秋は好きですね。秋は結構好き。好き。あ、そうだそうだ。なんかさ、なんだっけな、あのショールームで獲得したやつのさ、大福と焼肉とゼリー、そう、ファンのみんなが協力して一緒に獲得したやつ、あれね、ついに頼みました。ゼップも終わったらね、一旦落ち着くかなって言ってたので、ゼップ終わったので頼んだ。だからいつ届くかわからない、私にも。ちょっとね、届いた時はまた言うね。そう、3個溜まってたから3個一気にもう応募した、注文したのでね。でもね、まあ時間かかるんだって。すぐ届くわけではなくて、まあ日にちがかかるのでね、届いたらまた言いますね。思ってます。まとめて、いや、わかんない、どうやって届くかがちょっとわからないんですよね。一個ずつ届くのか、なんか一気には届かないと思う、会社が違うから。わからないけど、まあまあまあって感じですね。そう、わかんない、初めてのことだからさ、こういうなんかね、ショールームでなんかもらえるみたいなのが、だからどうやって届くのか、いつ届くのかちょっとわからないですけど、注文はしたのでね。うん、そうそう、たくさん届きます。そうそう、大福とお肉とゼリーと、楽しみですね。で、もう先に届いたみんなは結構食べてたりもして、あ、はや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 、美味しそうだった。まあでもね、別に他の人に聞いたところで、まあ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 届く時には届くしね、今こういうご時世なので、まあ宅配業者の人もいろいろあるだろうし、まあ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 、その時が来たら来たですよ。本当に、あ、足がしびれた。あ、
まあ届いたら届いた時かなって思います。足がしびれた、もうやだ。正座みたいなのしてたからね、もう足がしびれたよ。もうでも9時ぐらいになったら終わろうかな、1時間ぐらいやったら。死んじゃう。お肉は何にしたの？お肉は何にしたの？お肉にした。お肉です。お肉はお肉。お肉。お肉だよ。すいた。でもなんかいいお肉みたいですよ。分かりませんけれどもね。待って、やばい、足が痛いよ。助けて。そうです。白買いたい。クレヨンしんちゃんの白みたいな犬飼いたいな。そうね。じゃあ本当に9時ぐらいになったら終わろうかな。本当になんで、みんなも正座するときは気をつけてください。5分ぐらいが限界です、本当に。白って何犬なんだろうね。ポメラニアンとも違うし、ちょっとでも雑種っぽいですよね。柴犬とポメラニアンのミックスみたいな感じです。あ、こんばんは。だってこんばんは。正座するときは仕事でヘマしたら、そうなの？仕事でヘマしたら正座しないといけないの？怖い、大変だ。あ、やばいよ。もう終わろう。足が痛いから足が痛いから終わろう。そろそろ。ありがとうございました、みんな。楽しかったです。みんな早く寝てくださいね。今日もちょっと足がしびれたので終わりにしたいと思います。ありがとう。